ラーマ9世は、チャクリー王朝第9代のタイ王国の国王。通称は、プミポン・アドゥンヤデート。英語や日本語では一般に長望音を無視し、プミポン国王とも通称されるが、本来はタイ語においては、後ろのアドゥンヤデートと、深部に一体であり、プーミポンだけで呼ばれることは、ほとんどない。母シーナ・カリンとプーミポン、2アーナンタ・マヒドン。 姉ナラーティワートラーチャナカリン1927年12月5日、アメリカのマサチューセッツ州ケンブリッジで生まれる。ラーマ5世の69番目の子息、ソンクラーナカリン王子を父に持つ。学業はスイスのローザンヌ大学で治めた。学業中に一旦休学し、第二次世界大戦終結後の1945年に退役帰還するが、 翌年の1946年6月9日に、兄、ラーマ発生が開始したため、兄王の崩御の12時間後に、大国王に即位。その後すぐに、ローザンヌ大学へ復帰し、1952年に、本国に還業した。1950年4月、フランス滞在中に出会ったシリキッド・キティア・コーンと、結婚する。彼女も王族であり、 ラーマ九世のいとこの娘にあたる、同年5月5日に退官。その後1956年には、タイの仏教の伝統に基づき、仏門に入って一時的に属世間を離れた。原続までの期間は、シリキット王妃が摂政を務めた。タイは1932年6月24日の立憲革命以降、立憲君主制ではあるものの、実質的には、 軍事政権の下に置かれた時期が長い。民政移管とその失敗に軍事クーデターが繰り返されており、今日まで政権の不安定な状況は続いている。ラーマ9世は国民からも絶大な支持と敬愛を集めていったが、若き国王は政治の象徴的頂点に過ぎなかった。1960年代から1970年代にかけて世界的な植民地、 保護領独立の崇勢や共産主義の波及を受け、ベトナムやカンボジアなど、東南アジア諸国が混乱に陥った時代、ラーマ9世は、表だった政治行動は避けつつ、軍政と市民運動に対して、高難療養で対応する。やがて、大が東南アジア諸国連合において、重要な地位を占め、経済力が増強すると、ラーマ9世は、国内政治に対して、 直接の干渉をせず、官僚、軍部など、利害関係の調停役として、采配を振るい、困難な情勢の打開収集に手腕を見せた。ラーマ九世によって、太陽家は、ラーマ7世以来失墜した国王の地位を大きく回復したと言える。1992年の暗黒の5月事件は、その象徴的な事件であった。ラーマ九世は、 太陽国政府の武力弾圧によって、万国都内などが流血の事態に陥った際、太陽国軍を背景にするスチンダー首相と民主化運動グループの民間人指導者チャムロンを玉座の前に等しく正座させ、そんなことで太国民のためになると思うか、双方ともいい加減にせよと叱りつけ、騒乱を一夜にして沈静化させた。 人間性が高く慈悲深い人物であるという大国王が伝統的に行うべきとされるノブレス・オブ・リージュに一層の真実味を与えた一方でラウマ旧世自身の政治的な成熟を見せつけ権力のバランサーとしての側面を強調するものとなったこの結果スチンガー内閣は解散し同年の選挙以降2014年までタイ王国は民主主義体制となった 1997年にバーツヤスに見舞われたアジア通貨危機では、太陽国の経済開発、成長の適度さを重視し、自律的、持続可能な経済成長を目指す、パルオシル経済の概念を提唱し、タイ人の経済行動に大きな影響を与えている。2003年に隣国カンボジアとの間で小競り合いが発生し、1月30日に先導された大国民が、 バンコクのカンボジア大使館に約500人が押し寄せた際に、ラーマ九世は悪党の言葉に惑わされてはならぬと発言。この明快無比な表現が報道されぼうとは直ちに、解散し事件は収束に向かった。2006年4月には野党が立候補をボイコットした会員総選挙に対して民主主義的ではないとの理由でやり直しの意向を示唆。 これを受けて憲法裁判所が再選挙を命じ、与野党も決定に従った。2006年6月には即位60周年を祝う祝願行事が国を挙げて取り行われた。君主制を採用する世界24カ国の国々から君主、王太子などの皇族や王族が隠御、大輪し、ラーマ旧世の即位60年を祝った。一般市民も 国王の誕生色である黄色のシャツを着用して街を埋め尽くし盛大な祭りとなった。2007年10月中旬には右半身の不調を訴えたためにシリラーと病院に入院し脳血流障害の診断が下された。その後投薬治療を受け急速に回復に向かい11月7日に退院した際には病院前からチットラダー宮殿までの沿道に 黄色の服を着た数万人の市民が集まって隊員を祝ったほか、貴重者の数も100万人を超えたと報じられた。なお、隊員の際に国王がピンク色のジャケットを着ていたことを受け、その後大国内では国王の健康と長寿を願う意味を込めてピンク色のシャツやブラウスを着ることが流行していた。2009年9月19日、発熱などのため再びシリラート病院に入院。 翌10月中旬には妖体に関する噂が流れたため、タイ王国王室長が、国王は解放に向かっていると強調するなど、タイ国民の間で不安が高まったとされている。2012年5月に一時退院し、アユタヤ県の洪水対策工事の診断に行行し、建在をアピールしたが、その後は、高齢のため普段は、不和品にある、クラ暗い観ン宮殿にいいし、公務の数を減らしていた。 2014年に、軍部によるクーデターが再度発生。2016年6月9日は、在位70年を迎え、存命中の最も在位年数の長い君主となった。在位70年を祝う記念行事が取り行われたが、国王本人は入院中であった。入院している病院の周りには、タイでは健康と長寿を意味する色である、ピンク色の服を着た人々が集まりを手を合わせ、 ご親鋭を掲げ、国王の平和を祈るようになっていった。2016年10月9日夜、タイ政府は、プミポン国王の様態が不安定だという声明を発表。タイ全国民に緊張が走った。その当時は、プミポン国王の病院の前には、国王を心配する国民で埋め尽くされていた。国防省の建物に掲げられた反旗。 2016年10月13日午後3時52分、入院していたシリラーと病院で放御。88歳没。在位期間は70年4ヶ月。歴史上で見ても、稀に見る長い期間をいについている国王であった。近代以降、他に在位期間の長い君主は、スワジランドのソブーザ2世、オーストリアのフランツヨーゼフ1世、イギリスのエリザベス2世とビクトリア女王。 日本の昭和天皇などがいる。法御を受けて、大首相府より下記の発表がされた。すべての公的な場所、国営企業、政府関係機関及び教育機関は10月14日より30日間半期を掲揚する。すべての公務員及び国営企業従業員、政府機関職員は10月14日より1年間もに複数。一般国民は 適切な行動を考えて行動すること。放御を受けて、太陽国の人々は、物表明として、黒い服を着ている。また、各国の中太陽国大使館、タイ国政府官公庁、タイ国際航空、ベックワールド、大相撲等などのウェブサイトは、モノクロ、グレースケールに改められたほか、タイ人の利用が多いラインもモノクロになった。 本御から約1年後の2017年10月26日、バンコクの王宮前広場に設置された施設で仮装儀式が行われ、ダビンに付された。大政府は同年10月29日をもって、服務期間が終了したことを宣言するとともに、仮装を取り行った施設を同年11月2日から30日に一般公開した。 シリキット王妃との間に一男三女がいる。1972年にワチラーロン公ーン王子へ、1975年にシリントーン王女へそれぞれ多い継承権が贈られている。モノグラム期印象チェンマイ市内に置かれた誕生日を祝う、肖像が王室プロジェクトと呼ばれる農業をはじめとする地方経済の活性化プログラムを自ら指導するほか、 自ら土地改革運動のために、王室の所有地を提供したり、農村開発や干ばつ対策の人口等の拡張王室プロジェクトを推進している。また、王妃と共に、地方視察も非常に精力的に行い、丁寧や、雨天の中でも人々の輪の中に積極的に入っていくなど国民に近い立場を取り続けることから、確実に、大国民の尊敬と信頼を勝ち得た。 実際に、毎年誕生日前になると、全国各地に、肖像画が飾られ、国王の色とされる黄色いシャツを着用した市民で、埋め尽くされるほどである。また、高齢による病気で入院すると、病院の周りには健康と長寿を意味する色である。ピンク色の服を着た人々が集まり、国王の病気兵を祈り続けた。 そして2016年10月13日に放御した翌日には黒い服を自発的に着用する多数の国民の姿が万国都内で見られた。知性の間は気候国王時代にある通り同性は変遷している。即位から1960年代前半期までの期間、国民の上に立つ象徴として若年期についてはサリット独裁政権は悪化した治安改善に 強権発動と同時に王室をあがめるキャンペーンを進め、そこには朝鮮戦争以降の世界情勢から共産主義大抗の政治利用が進められたことも影響しているという意見のある一方、1970年代以降、市民集団を伴うクーデターでは表に立って行動し、軍事内閣と市民運動の仲裁している。このうち、1973年10月14日の 他ノ無ム政権へ民主化を求めた学生決起の介入、1976年10月6日の地の水曜日事件の動向、暗黒の5月事件など、事件の背景要素や過程がつまびらかではない、問題点が多く当時の世界情勢を鑑みた検証作業に委ねられる。定期的な公式の談話や発言も、数多く、非常時のプノンペン大使館焼き討ち事件のほか。 平時においては、政治や経済の言及は、ほぼなく、国民に向けては、自節や生活について触れ、治安面では一例で1970年代、前半加熱する学生運動の呼びかけた、贅沢品不買運動、日本製品不買運動などが、先導的過激な展開を見せた際には、デモ運動に用いるハンドスピーカーは、日本製、警備に当たるパトカーは、日本車。 現実を指摘して、運動の矛盾と学生の行き過ぎた主張と行動をたしなめる発言を残している。即位から人格への批判言及は皆無に等しく、政府の王室関係への言論統制を考慮しても、精錬な人柄と様々な功績が評価され国民の自発的な尊敬を集めている事実は揺るぎない。その人物像について、大国民への世論調査。 暗黒の5月事件政変の際に当事者と意見し、有料の様子が報道されるなどして、国内外から高く称賛されている。広く、大国民からの敬愛を受け続けているが、反王政派思想やアジア人に対する、無別的感情を持つ、外国人等による批判を受けることもあり、たとえ自国民でなくても不敬罪をもって処される。2007年に、国王のポスターに黒ペンキを塗布した。 スイス人男性には、金庫10年、著書で王室を批判した、オーストラリア人男性が2009年1月に、懲役3年の実刑判決を受けたケースがある。また海外で出版された書籍の執筆者が、大国内に長期滞在していたために不敬罪に問われたケースもある。しかしながら諸外国の政府や国民からの評価は高く、NHK、 ラジオ深夜便の海外レポートコーナーなどで紹介する際も敬愛するプミポン国王という表現が使われることが多い。共に長きにわたってアジアにおける数少ない独立国であり続け、共に君主制を取り続けてきたタイの王室と日本の皇室は歴史的に縁が深い。ラーマ九世の在位中のタイの王室と日本の皇室の交流は以下の通り、 1963年来日時に、羽田空港で昭和天皇夫妻と並んで撮影された写真。また、太陽国を公式、非公式で訪れることの多い秋忍びや、文人新王を我が子と同様であるとして、懇意にしており、2017年10月に万国で行われた仮葬式では、新王夫妻が参列している。一方、シリントオン王女は、公式、 非公式を含めて8度来日している日本製品を日常に数多く使用することでも知られ、一時期は王宮内の移動用に日本車であるホンダアコードを3台にわたり使用していたほか、キャノン製の一眼レフカメラを長年愛用していた。また、日本楽器製造はサクソフォーンを献上したことがあったほか、鬼塚タイガーを履いてハイキングしている写真がクローズアップされると、 鬼塚タイガーが大国民には人気ブランドと化した。ありがとうございます。